中国のゴールデンウィークにあたる労働節の長期休暇に中国国内を旅行した人が、去年の1.7倍に増えたことが分かりました。中国の文化旅行省によりますと、先月29日から今月3日までの労働節の長期休暇で国内を旅行した人は、延べ2億7400万人と去年の1.7倍に増えました。 コロナ前の2019年と比べても1.2倍となっています。長期間にわたって移動を制限していたゼロコロナ政策が終わり、リベンジ旅行の需要が高まっているとみられます。一方、旅行中の事故も起きています。西部の先制省千安市ではヘリコプターが墜落し、3人が死亡しました。中国メディアによりますと、 観光用のヘリコプターの可能性があるということです。